はい、酒好きな元新潟人の飲酒動画です。今回は、これビールですね。これ外国のビールです。これなんて読む？ブルックリンラバー、ラバーじゃねえ、ラガー、ブルックリンラガーか。こちら以前言ってました、謎のキリンがね発売した謎のビールです。どっかのスーパーですかね。デパ地下にありました。デパートの地下にありました。値段がなんと、びっくり驚き、380円ぐらいした記憶あるな、これ。確か。とっくーと思ったもん。380円ぐらいしました。謎の高さです。確か280円だったか380円。結構100円違うとだいぶ違うけど、まあいいや。原材料がバクアートホップ、アルコール度数 5%。キリンですね。製造者が、ん？製造者がキリンですね。ほー。あ、へえ。販売者がキリンじゃないんだ。これ製造者がキリンですね。なんか外国の見かけして、製造がキリンですね。で、ここに書いてあります。本製品は、米国ブルックリンはブルワリー社のライセンスにより、キリン麦酒株式会社が製造しておりますだって。いわゆる、ライセンス、うん、うん、まあいいや。ってことは国産なの？なんか不思議だな。外国の、あ、でも国産って書いてあるよ、ここに。ちゃんと国産って書いてある。外国の名前だけ取った感じなのかな？名前だけさ、パクってつくか。パクったつうか、あれなんか。なんか明らかにドイツっぽいさ、ドイツ製造、ドイツが作ってるような見た目してるけど。あれか。キリンの、ハートランドみたいなもんか。わからんけど。まあ、でもハートランドはあれだしな。でもハートランドもなんか外国産っぽい雰囲気あるよね。あれと似たようなもん。乾杯。ペールエールっぽいですね。うん。うん。あ、美味しい美味しい。はい、今日のつまみは、ビッグタラタラしてんじゃねーよ。エスニック風味激辛味、これ懐かしいですね。これ株式会社よっちゃん工業株式会社の、会社です。ペールエールの苦味ちょっと弱いペールエールみたいなのか。まあでも割と苦味はあるね。割と苦味はあるんだけど。あ、やっぱり。あのね、値段380円しましたね、これ。めっちゃ高かった。今、ググったらね、伊藤洋華堂ネット販売でこれ408円って書いてある。これ伊藤洋華堂で買ったんだよ、これ。うん。ただね、瓶では売ってなかった。瓶のやつが欲しかったんだけどね、これ。なんか瓶のやつがうまいっていう話聞いたんだよ。ね。缶のやつしか売ってなくてね。爽やかな飲み口と華やかなホップの香りやカラメルバッカーの余韻をお楽しみいただけます。うん。ちょっと味の濃い、まあ、ペールエール
に実に似てるというか、ニューヨークのナンバーワン地ビール、ブルックリンラガー。ニューヨークで一番愛されてるビールといえば、ブルックリンラガー。なるほど。デザイン性の高いおしゃれなラベルにホップの効いたほろ苦いコクのある味。ニューヨーカーの感度にピタリと当てはまった人気のビールです。やっぱ元々はどっかの別のとこなんだね。ペールエールよりちょっと、コクがあるというか、難しいですね。ほとんどペールエールに似たようなもんじゃない。あ、うまい。あ、結構しょっぱいわ、このタラタラしてんじゃねえよ。昔食ったんだけど、あ、こんな味だった。あ、美味しい美味しい。これ美味しい。ちょっとなんかあれだよね。色が濃いんだよ。まあ、いわゆる琥珀ビール的な、なんていうんだっけこれ。ブラウンタイプのビールだね。ブラウンラガー的な何か。名前も忘れました。美味しい美味しい。美味しいけど、400円出して買う価値はねえな。400円握ってにさ、手に400円握ってさ、握って、さーって買いに行くぞーって言って、これは買わんわ。絶対買う。まあ、せいぜいクラフトビールだったらやっぱり、ヨナヨナエールとか、300円で出せばヨナヨナエール買えるからな。280円ぐらいだろ、ヨナヨナエールって。うまさも抜群だしな。ヨナヨナエールはクソみたいにうまいしな。あれは。ブルックリンラガー飲んでいるブログの人がいます。ブログで紹介されてます、ね、飲んだ人のコメント。霧のブルックリンラガーを飲んでみた。香りもほんの香りもほんの最初は鼻にすぐ感じたけど、上質のホップを感じる。ラガーとしては濃口の濃い口のとろりとした口当たり、最後甘さが舌に残る感じ。コクがあり甘さもあるしっかりとしたラガー。まあ、個人的に甘さっていうよりはまあちょっと苦いですね。まあ、ペールエールよりかは苦くないけど、
あーでもタラタラしてんじゃねえ、うまいな。これはつまみになるわ。しょっぱい。うん。これ子供にはもったいねえ。これは子供にももったいねえ。うん、しょっぱい。でもそんなにかっこいいさ、ラベル？あ、でもここにちゃんと書いてあるわ。ニューヨークズブルワリー。ニューヨークにやっぱ人気なんだ。ニューヨークってどこにあるんだっけ？アメリカだっけ？俺興味ないことには全然無関心だから。アメリカだったよ。北アメリカ、南アメリカ、北アメリカ知らなくていい。まあ、ハートランドの方がよっぽどかっこいいよ。ハートランドビールの方がよっぽどかっこいいと思うけど。そういえば最近はね、関係ないんですけど、ものすごくムカついたことがありますね。うん、まあ、結構あるんですけど、昨日、今日か。今日ですね。こちら、こちら何だかというと、まあ、Amazon の Kindle Fire っていう、Fire っていう、まあ、タブレット端末なんですよ。これね、2年半前に1万2000円で購入したんです。そして、起動してですね、だいたい3日ぐらいかな。3日ぐらいで、俺、これ使わねえわ、みたいな。ほとんどスマホで代用できるし、これ買った意味ねえな、と思って、ほっといたんですよ。ポイってね。捨てたボタン。捨ててっていうか、そこら辺に保管してたんです。ずーっと使ってなかった。で、2年半ぶりに、久々にね、ここ電源つけるかと思ってね、これポチって押すんですよ。つかないんです。で、充電されてねえんだろうなーと思って、1時間ぐらいね、充電しました。ね、コンセント挿して。でね、またね、これ電源押します。この通り、つきません。ね、一体何のために買ったのと。でね、クレームを入れたんですよ、Amazon。そしたらね、Amazon はですね、これの修理とかも一切やってないらしい。うん。一切やってないらしいです。だから修理とかもなし。で、1年未満だったら交換できるらしいんだけど、もう2年半経ってて、もう何の役にも立たないと、これは。ね。うん。で、しかもムカついたのが、まあ、申し訳ありませんが、今なら 15% オフに、Kindle のね、この Fire を新しく買うんでありましたら、15% オフのね、
クーポン券を発行させてあげますが、それでよろしいでしょうかみたいな。じゃあ 15% オフのクーポンでいいよって言ったの。だがしかし、なんと返ってきた返答はこうです。お客様はプライム会員ですので、僕プライム会員なんです。プライム会員ですと、すでに4000円分ね、割引できるんですよ。この Kindle 全般。で、価格が9000円ぐらい、安いやつが9000円ぐらいで買えるんです、これ。今だったら。で、そっから4000円引きなんですよ。ね。4000円引き。なので、15% オフのそのクーポンとは、その4000円引きのやつは併用できませんので、ね。申し訳ありませんが、まあ併用できませんと言われました。何それって。ね、4000円マイナスって俺プライム会員だからさ、もう何の意味もないんだって。つまり、ふざけんなよって。じゃあ何の割引もされねえんじゃん。申し訳ありませんが、プライム会員様の特典の方が安いので、併用できませんので、そちらを使った方がいいです、みたいに言われた。なんだそれって。ふざけんじゃねえよ。マジで。これビルの上から落として割ろうかな、これ。初めてアマゾン使っててイラッときたね。なんだこいつって。しかもそのさ、対応がもう、そのなんか、言い方がまたムカつくんだ。仙台のやつだったけど。仙台の工場のやつ。またムカつくんだ。だからこれ分解しようかなと思ってね。まあなんでこれ Kindle ね、この Fire をね、今更使おうかと思ったかと言いますと、最近ですね、ようやく、なんだ、電子辞書違うわ。電子コミックスに興味を持ち始めまして。というのも、まあ、僕の今いるここ、まあアパート、ワンルームなんですよ。で、とにかく狭いんで、まあ、本の置き場所がまるでないと。まあ、だけれども、本はちょっと最近読みたい本がね、結構あるんですよ。進撃の巨人全巻読みたい。あとは、まあ、あとなんだ。エロいコミックとかいろいろ読みたいじゃないですか。あ、あとあれね、こち亀とか、こち亀も読みたいし、こち亀の作者の、あの人の、新作のね、いろいろ、なんだっけ、2種類ぐらい出てんだよね。あの人の作者のやつね。新しい、こち亀じゃないやつ。あれも面白かったんですよ。ちょっと立ち読みしたら。昨日立ち読みしたんですけど、すげえ面白くて。あ、あれもちょっと欲しいなと思って。ただ置き場所がないんですよ。だから、まあね、まあ電子系に頼ってみようかなと思って、せっかく使おうとしたらこれだよ、マジ。もう充電もね、されてんだかしてんだか、全然わかんないよね。こう刺したコンセント刺したらここがなんかランプが光るとかあればいいんですけど、このゴミカスうんちアマゾンのこのファイヤー、なんと充電してるかどうかすら表示されないと、ね、表示されないんです。でさっきからずーっとね
もう4時間ぐらいね、充電し、してんだかされてんだか全然わかんないんですけど、とりあえずね、しといたんですが、このように全く動く気配がございません。ゴミです。でね、まあぶっちゃけた話、ただのでかいスマホですからね。まあぶっちゃけてっていうか、ただの画面がでかいスマホみたいなもんですよ。本当に。だから、まあいらねえかなと。もう今度はもう、絶対買わねえわ。だってサポートがさ、もうないんですよ。2年過ぎたら、2年過ぎてぶっ壊れたらだって、修理もできないわけですしね。これはいかんとも買わねえなと思って。まあ、後でちょっとレビューでね、一つ星につけときますね。甘み。まあ、苦めですね。香り。まあ、まあまあまあ、まあまあまあ、無理。あ、これを買う価値ないでしょうね。こんな400円も出して買うビールじゃない。4242です。ご支払いました。